はい、皆さんこんにちは。本日はね、最新防具 6.3 の裁縫部門ですね、不思議な帽子の縫い方をね、解説していこうと思います。こちらの不思議な帽子は集中変化になりまして、装備としてはね結構強いですね。ソウルでも魔法使いでも天地でも、何でも使えるような、そんな装備になっていると思います。はい、ではね早速縫い方の方に行ってみましょう。はい、はい、ではね早速やっていきます。まず素材ですね、成功の糸、おぼろ水晶玄魔石イエローアイの蝶祭りの糸という形になってます。数値のはね右下の方に出しておりますので確認してみてください。まずね、強さの流れを把握しておくこと大事です。弱いハテナハテナ最強ハテナハテナ、強い普通という形でやっていきます。でまあね弱いが結構遠いんで一回逃すとねそこだけ注意してやっていくといいと思います。まずはね弱いターンでくるんでしつけがけを頭の方に入れてあげます。はい、でここのハテナで、弱いと普通が来た場合は、ここの下の真ん中にペチで、強いが来た場合は水平縫いでいいかなと思います。で最強が来た場合はまず上に3倍入れちゃいましょう。はい、で180という数値なんでもう一回しつけここで入れといてあげてください。はい、でここで精神統一します。で水平縫いでもう一度水平縫いで精神統一を入れ直すと、次のターンでね、会心上昇ターンがやってくるのでこの会心上昇ターンで頭に3倍を入れましょう。はい、会心取れましたね。しつけ3倍を2回することによってここを本会心レンジになります。なので、ここはしつけ3倍に2回で進めていくことをおすすめしてます。はい、でここでまた精神統一切れますんでもう一回統一入れましょう。集中変化はね、水平縫いで2回目の会心を取っていきたいんでまあそこに数値を合わせていきましょう。合わせる数値はね152かな、左はね152、右真ん中が252っていう数値になるんですけど、まあ合わないことが結構多いですよね。この全部がちゃんと合うっていうのは結構難しくて、なんであんまり無理はねしないで全然 OK です。合うところだけって感じでね、これ、左と右大丈夫ですね。40と44空いてるので、どちらも本会心取れるようなレンジになってます。で真ん中は、多分合わないんで、まあ、合わなくてもいいですよ。はい、でこれで水平ね、はい、会心出ませんでしたね。まあ、出なくてもね集中的にはまだ余裕ありますんで、慌てずにやっていけばいいのかなと思います。さあハテナが来る、ここで弱いターン引けちゃったんでここで統一しましょうか。で全部12だね、全部12なんで水平しましょう。6、7、8と。はい、残った数字を確認、弱ネラーじゃないや、半加減と、加減と加減って感じで、まあ、ほぼほぼいけるかなって感じですよね。いきましょう。まず4。で、統一取り直して。で、ここも加減しましょうか。いいですね。これで価値格ですね。ここで半加減縫いをして、6を引いて OK というとこですね。水平縫いでの会心は出ませんでしたけど、集中余裕はそこそこあるんで、慌てずやっていけばいいのかなと思います。さあではもう一回ね、やっていきましょう。まずは、しつけがけ。で、このハテナで先ほどはね、最強ターンがやってきたんで、上にすぐ3倍打てたんですけど、このハテナ2連でね、最強を引けないことの方が多分多いと思います。なので、ここで精神統一をして、で、ここの半減ターンの時に本来は3倍打ちをするんですけれども、で、この際、ここでもう一回、ここでしつけを最強ターンの統一中にしてください。じゃないとね、打つときないんでね。はい、でここで精神統一をもう一回入れます。で下に水平縫いを入れると、
ここで会心上昇ターンが来るので、ここで3倍抜い。はい、今回は会心出ませんでしたね。まあ、今度はね、知ってなかったんで、下でなんとか会心を取りたいですね。上のその頂上のところがね、会心出るとすごーく楽になるんですけどね。右の調整がすでに完了してますね。ここは、再度精神統一を取ってあげて、30、あ、いいですね。これ、巻き込み縫いのレンジになりましたんで、ここは水平縫いじゃなくて、巻き込み縫いでやってみましょうか。巻き込み。うん。1個回心取れましたね。残りが10と15ですね。まあ、それに進めていきますか。はい。では、15。12。55。25、35か。残りが10。半加減はちょっとあれかな。まあ、集中残ってんでね、加減入れますか。7、3と3ですね。統一を入れて、まずは加減しましょうか。あ、取りましたね。これで確定だ。はい、5を引いたけどね。ぴったりだったんで OK ということですね。はい、それではね、最後やっていきます。まずはしつけがけからね。で、最強来たんで、ここは先に3倍入れてあげましょう。で、もう一回ここでしつけ入れちゃっていいですかね。で、精神統一を入れる。で、水平縫い。もう一度水平縫い。で、精神統一を入れ直す。で、さらに水平、水平と、会心上昇ターンが来たら、頭のところに3倍。さあ、会心出ましたね。いい会心。で、ここで精神統一切れますんで、再度精神統一を取り直しましょう。右は今、野良会心が出てね、だいぶ伸びました。158なんで、これで会心レンジに整っているような形になります。次のターンでね、会心上昇ターンがやってくる。違う、次半減ターンか。半減ターンは精神統一の取り直し。144は残り56なんだけど、ちょっといじりようがね、ないかなというとこなんで、ここは放置しましょう。偽回心引いたら、ドンマイ。OK。いい方が取れたね。さあ、あとはね、収めていくだけなんだけれども、ここでね、最強持て余すこと結構多いんで、もし持て余したらシフトしてあげてください。はい、26、27。さあ、残り104でね、15歳以内を作ればいいだけというね、簡単なお仕事ですね。シフトしますか。弱い引けましたね。じゃあ、この弱い使って、精神統一。で、会心上昇ターンがあと2ターンでやってくるんですよね。あと2ターンでやってくるということは、ここはまず狙っていいかな。7。じゃあもう一回統一取って、さらに狙いで、7、8、9じゃない、6、7、8を引けば勝ちですね。はい、大丈夫ですね。集中も結構余りますね。てっぺんが取れた場合はそこそこ余ると思うんで、少し強気に攻めてってもいいんじゃないかなっていうところですかね。はい、というわけで、今日はね、不思議な帽子の縫い方をやらせていただいておりました。まあそんなに難しいものではないと思うんで、ガンガン縫えるタイプの、帽子だと思うんで、まあ人気もね、集中してると思うし、大量生産には向いてるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ頑張ってやってみると、
いいんじゃないかなと。まだまだ相場はね、いいです。かなりいい感じだと思うんで、ぜひぜひやってみてください。はい。というわけで、本日はね、不思議な帽子の縫い方を解説させていただきました。次はね、体上やっていこうかなと思いますんで、今回の動画良かったよって方はね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。体上の方もね、近日というか、まあ、今日か明日にはね、あげるようにやりますんで、ぜひぜひそちらも見てください。というわけで、本日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。